コーボラは、キュメンラークソ県に属する、フィンランドの基礎自治体である。コーボラ郡に属する。ヘルシンキから北東約1 3 0トルに位置する。欧州とロシアをつなぐ、交通上の拠点として発展してきた。フィンランドの鉄道の結節点であり、また主要道路の結節点でもある。ティキマキというフィンランドで3番目に、規模の大きな遊園地がある。 空母とはコフィンランド語で、クマ、幽霊、狼、白ミ、鳥の鳴き声を意味する言葉である。コーボラの存落はすでに中世紀には存在していたことがわかっており、ホッロラ、リッティ、バルケアラの各教区に属していた。コーボラが存落として発展を始めたのは1870年代に。 リーヒマキからサンクトペテルブルクへの鉄道が建設され、コーボラ駅が開設されたことがきっかけである。10年後に、北のサボ地方と南のコトカを結ぶ鉄道が建設されると、コーボラ駅は、東西、南北の鉄道の結節点となり、さらに発展が進んだ。1918年のフィンランド内戦では200人を超える犠牲者を出したものの鉄道の恩恵による、 発展は続き、1922年にはバルケアラから分離、独立して自治体となった。1960年には市となった。1957年から1997年まではキュミ州の州都であった。2009年に周辺を自治体と合併し、新コーボラ市が発足した。新コーボラ市の人口は8万人を超え、 フィンランドで10番目に人口の多い自治体となった。VR の線路が東西南北に伸びている。国内はヘルシンキ、コトカ、ミッケリ、ヨエンス方面への列車がある。また、サンクトペテルブルクへの国際列車も停車する。ありがとうございます。